はい、えー、名古屋なんですがね、はいえー、まさ皆さん、はいえー、この夏、すでにね、うん、結構、お経がもう進んでるなぁといったところが、もうあるんですよ。

でもただ、やっぱりね、もう日本代表経験者の中谷選手とか、はいはい、やっぱり藤井選手あたりに、例えばデュエルで勝てるレベルっていうふうになってくると、村、うんね、世代別代表も一回戻れるってのは見えてくるでしょうから、注目なところはあるんじゃないかと思います。はい、はいはいね、というかね、まそ、あ、に皆さん、はい、もう名古屋は2つのポジションさえ、あごめんなさい、3つのポジションさえ補強できれば、多分大丈夫って状態なんです。はい、うん。はい。そのうちの1つ目っていうのが、まずはセンターフォワードでした。うん、これはもうできたっていうことうですね。 そうですね。ちなみになぜかというと、うん、本当はセンターフォワードに、あの、坂井典吉さん。ああ、はいはいはい、そうですね。まあ、いらっしゃったわけですけど、今ちょっとお怪我中なんですよ。はい。で、そうなると、ユンカーにほとんど90分働いてもらわなきゃいけなくなっちゃってるんで、うん、それはちょっと辛いよね、と。うん だからやっぱ、後半何かあった時のためにってセンターフォアで一人用意できてるといいよねってところで、はい、まあそこ若手で補強できたから OK だというところあるでしょうそうですね。うん。うん、あと僕は多分中島選手、レンタルだけど、来年完全移籍の可能性もあるんじゃないかと思ってます。ああ、なるほど。あうん。プンプンしますね、確かに。はい、ねあの、ユンカー選手が今年の出来を考えると、うん、ちょっとヨーロッパにまた戻ってもおかしくない。うん、あ、そういうこと だし、あ,<ー>あとだから、裏分からのレンタルだけど、うん、多分ね、年俸を次5億円ぐらいにならないと、もうちょっともうこの働きだとね <laughs>、って感じだから、そなと、神戸とか他のチームが狙ってきてもおかしくないとか。あ,あと、例えば、J1 に昇格してきた後の町田とかね。うんうん、ああ、そうか。うん。はありますもんな。そうであとロングカウンター系だと思うので、ぴったりハマるっていうのがあるから。確かにそうですね。はい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 。 だから、いわゆる計算の立て,れ立てられるようなセンターフォワードを先に一人用意していたっていう形もあるかもしれないです。で、まあ、あともう一ポジションとしては、はい、やっぱりアタッカーのもう一つのポジション、うん、まあ今、グランパスは、うん、えこの、えー、ごめんなさい3、4、2、1っていうやり方だったり、はい、もしくは3、4、1、2ていうトップしてお,おくやり方をやってたりするんですけど、 まあ、それは、まあ、要は、あともう一つあるのが、まあ、マテウスさんの控えじゃないけど、そこもちょっと用意できたらいいよなーってのはありまして、えー、そこがね、もうすぐ来るんですよ。うん、前田直樹。ああ、そういうことね。帰ってきそうですはいはいはい、オラから。うん。うん これ他でも話しましたけど、うん、前田直樹さんが帰ってくる3段が立ったから、うん、同じポジションの若手の高田秀正選手をベルディにあの育成レンタルという形で渡したって形だと思うんですごい探偵、アイスベージー、ア <laughs> <う>イスベージー。っていう形になると思うから、この中島前田という2人の 2>、うん、え加入だけで相当名古屋はレベルアップできるんじゃないかと思います。ね、うん。はい。で、あとラストもう一ポジションなんですが、うん いいわゆるセンターバックですやー実はね怪我だったんですよ<ー>だ今シーズンちょっと続いててセンターバックできる方々はここに6人いらっしゃるんですが開幕当初に高卒抜きの行徳君、うん、であとその後に川面さん、うん、であと最近だったら丸山さんと怪我がちょっと続きましてちょっとだからもしかすると人が足らないっていうケースは出てくるかもしれないな。うん な、うん、んで、もう一枚いれば盤石ってのは言えそうな気がするので、もう一人取っていたらいいんじゃないかなってのは思いますね。まあ、吉田麻也とか。おー、見たいですね。ねえ<ー>。はい。あの、僕は、あの、シントトロイデに吉田麻也選手なんてあるんじゃないか。いわゆる継承役というか、必要かなと思っていたんですけど、岡崎慎治選手がシントトロイデに残ることになったのでああ、確かに、ね。はい。 ベテラン枠はそっちで残るから、じゃあ、シャルケから満了になった吉田選手、まだどこになるか分からないなっていうのがあるので、先日やっぱりアンダー18の子たちにも声掛けにやってきたとかありましたから、ちょっと名古屋復帰もありえるんじゃないっていうので、ちょっと変えておきたいなと思います。というところでございます。なんかでもいい感じですねねそそううですだね。